っくりさんで呪いの手紙こっくりさんちゃんと返さない女子高生の個人情報これは呪いの手紙なんかじゃない嘘つきこっくりさんを始めますか。はい、さて花子さんも剣も一段落ついたしそろそろ勉強するとしよう。やっぱり放課後は勉強か読書に限るな。いやメジ偉いな、読書はしてたけど勉強はしてなかったわ。聞いてくれサバッチョ。いや聞かない、俺はもう勉強したいんだ。オカルト探偵委員会で活動するのは今回だけだってちゃんと言ったろ。もうこんなくだらないことやめて学業に集中しよう。たださえカンちゃんは成績かなり危ないんだから。でもサバッチョまだ怖い噂が。だから噂なんて作り話しかないんだって。サバキ、こういう時名前呼ぶのめちゃめちゃいい。ねえねえお話し中失礼します。は？ん？オカルト探偵委員会っていうのは君たちのこと？おお、そうだが。どうした？解決してほしい依頼か？おい、もう活動はやめたって。そっか。はじめまして。私、せつなって言います。なんか可愛い女来ましたね。本当は解決してほしい噂があったんだけど。もう活動していないんだったら諦めるしかないね。おい、カンちゃん。おお、ダメだ。目の前で困ってる人がいる。放っておけない。俺の正義が許さない。ああ、もうこうなる。でも無理しなくてもいいよ。もう活動はやめちゃったんだよね。いいや、やめてない。求める人がいる限り、オカルト探偵委員会は不滅だ。じゃあ、お言葉に甘えちゃおうかな。な、いいだろ、サバッチョ。わかったよ。さすがに目の前に困ってる当人がいるなら放っておくわけにはいかないからな。やった、ありがとう。ん？どうかした？君たちは私のことをいろいろ聞かないんだと思って。ほら、その髪の色とか瞳とか。アルビノのことか。アルビノ？別名先天性白皮症、生まれつき色素が薄いんだよ。色素？ああ確かに髪の毛真っ白だな。今気づいたのかお前。まあ確かに気にすることでもないと思ってスルーしていたんだが、気に触ってしまったならすまない。すまん。ああほとんどの人は私の姿見たらあれこれ聞いてくるのに、何にも気にしないだなんて君たち変わってるね。ごめんなさい。違う、嬉しいんだよ。質問攻めにしないし変な目で見ても来ない。なんかこうやって対等に話せるのすっごく新鮮でさこれからもこんな調子で話しかけてほしい。何くんって呼べばいい？俺は片桐さばき。俺はよるしろかんの。さばきくんとかんのんくんだね。よろしく。よろしくな、せつな。おい、初対面で呼び捨ては。全然いいよ。せつなって名前で呼んで。そうか。よろしく、せつな。かわいい。で、その噂だが。多分聞いたことあると思うんだけど。こっくりさんって知ってる？俺もその話をしようと思ってたんだ。こっくりさんか。紙に、はい、いいえ、鳥、0から9の数字と50音を書いて、こっくりさんおいでってやるんだ。そしたらこっくりさんが来て、どんな質問にも答えてくれるんだって。ずいぶんざっくりとした説明だな。でもそれだけじゃ何の事件性がないように見えるんだが、それが違うんだ。そう、実は最近こっくりさんを呼んだ人たちに変なことが立て続けに起きているの。ほう。電話が鳴り止まなかったり、変なお手紙が来たり。そう、それも俺を話を聞いたやつからこんなものを預かってきたんだ。ダイレクトメッセージ。うわ、なんだこれ。クラスの女子が持っていたんだがな。
コックリを呼んだ1週間後にこれが家に届いていたそうだ。呪いの手紙とか？そうなんだよ。このままじゃ大変だと思ってな。俺が預かったんだ。いや、なんでそれを預かっちゃうんだよ。俺たちが呪われたらどうすんだ。あ、本当だな。どうしよう。でも正義のためだ。仕方がない。もうこれだから、カンちゃんは。ま、サバッチョが何とかしてくれるだろ。はあ、やっぱり俺だよ。なのか。嬉しいくせにな。コックリさんを呼んだ人たちに次々と変なことが起きる。これは立派な事件だね。この手紙に書いてる通り、誰かが死んだら大変だ。そう、その事件を解決しよう。オカルト探偵委員会活動開始だ。レッツラゴー。主に事件を解くのは俺なんだが、じゃあいつも通り情報収集といこう。さっきの反省を生かして早めに歩きたいと思います。頑張って噂を集めような。夜が更ける前には帰るからな。えへへ、楽しみ。ということで進みます。院長、こんにちは。あら、また会ったね、片桐くん。またオカルトの噂？ああ、コックリさんについて何か知らないか？ああ、コックリさんね、知ってるわよ。それから有名な噂なら、多分いろんな人が知っているわ。たくさんの人に話しかけるといいんじゃないかしら。そうだな、ありがとう。12人。おい、どんどん難しくなっていくっていうのは、情報収集のターンが長くなるからむずいまでは。サバキくん、やっほー。なあ、コックリさんって知ってるか？え、めっちゃタイムリーなんだけど、超ウケる。知ってる、なんならやり方教えてあげる。ああ、頼む。まず紙に、はい、いいえ、鳥、男、女、1から9までの数字と50音を記入して、その目に、貨幣、できれば銅が使われてる10円がいいんだけど、銅って念がこもりやすいって言うからね。そうなんだ。で、硬貨を紙の上に置いて、みんなの人差し指を添えるの。そして、コックリさん、コックリさん、おいでくださいって言うと、勝手に貨幣が動いて、どんな質問にも答えてくれちゃうってわけ。おう、ずいぶん手間がかかるんだな。その分動いた時の感動がすごいんじゃん。噂さんを手に入れた。やば、この子を巻き込まれるね。やろうって言われてんのか。この辺も変わってたりすんのかな。日本史変わってねえね。時間制限があることは知ってしまったからね。あ、よりしろ。おう、生徒会じゃないか。どうした？片桐もいる。ちょうどいいや。少し話聞いてくれよ。ああ、構わないが、実は最近怪しい手紙や電話が来るって学校で問題になっていてさ。ああ、実は俺たちもそれについて調べていて。そう、それでその被害を訴えてくるのがさ、2の3のやつばっかりなんだよ。2の3で流行ってるのか。うん、なるほどね。よりしろは3組なのね。お、俺たちで疑われてたのか。俺たちがそんなことするわけないだろ。そうだよな、有名ではあるけど、2人から悪い噂は聞かないもんな。疑ってごめんな。ガマワンが俺たちってそんな有名なのか。試験連続トップとバカ力だぞ。怪力バカだぞ。有名ならない方がおかしいだろ。カンちゃんだけすごい言われようだ。怪力なんて照れるな。褒められてないぞ。可愛いですね、カンちゃんはね。他にはいないですよね。12人でしょう。お前はなんか話せ。親片桐くん、玄米なら強さ集めたら随分余裕だね。俺も勉強したいんだがな。お前勉強しすぎだから、たまには息抜きした方がいいぞ。俺は勉強が好きなんだよ。勉強好きとは変なやつだな。うん、バカには勉強が好きという崇高な考えは一生わからないだろうね。ずっと最下位を独走していればいいさ。独走か、ぶっちぎれだな。ぶっちぎっちゃダメなんだよ。毎回サバッチョに教えてもらってはいるんだがな。俺の教え方があれみたいに言うな。あ、やばい、時間経っちゃった。なんだと、片桐くんの教えてもらってるのか。くうらやましい。僕も教えてもらいたい。じゃあ今度みんなで勉強会でもするか。は？バカと勉強なんかできるもんか。勉強会楽しそうだね。俺は一人で勉強がしたいんだが。おい、何の情報もないじゃないか。和気あいあいとしただけだが。この辺も変わってない。変わってたらどうしようと思ってさ。閉まってるって何か。片桐、噂知ってそうだよねって。コックリさんについて知らないか。コックリさんか。災いや不思議な事件が起きている。詳しくは知らない。十分ありがとう。たくなんで俺がこんな変なやつに絡まなきゃいけないんだ。これが噂に。一応屋上も行きましょう。あ、知らない。人が、こんなところに人が来るなんて。邪魔してすまない。聞きたいことがあって。コックリさんについて何か知らないか。はいはい、みんなやってるよね。学校中で流行ってると思うよ。お前はやったことがあるのか。
男がそんなことするなんてなんかめめしくないか。それにそもそもコックリさんなんかいるわけないだろ。そんなの信じるなんて男らしくないね。コックリさんが存在しないという点には同意だが男らしくないかどうかわからん。現にカンちゃんは信じてる。え、いるんだろコックリさん。これでもう帰りか。2-3で流行ってるとは聞いたが、うちのクラスなんだよな。街にちょっと出てみたいんだが間に合うか。あ、いた人が。すまないが少し時間いいか。はい、何でしょうか。コックリさんについて何か知ってるか。あ、はい、知ってますよ。最近流行ってますよね。確か教託でやるのがいいって誰かが言っていましたよ。教託か。他の机と比べて大きいので紙とか敷きやすいんでしょうね。ほらコックリさん使うあの引く紙結構大きいですから。もしかしてやったことあるのか。でも一緒にいる相手がいないので一人で静かにやりましたけど。ああ話してくれてありがとう。もう暗くなるよ、帰ろう。この日で決めないとな。情報が足りないな。コックリさんなかなか難しい謎かもしれない。早く解決しないと人が死んでしまうかもしれない。殺すって手紙が来てたもんね。呪いの手紙か、怖いな。犠牲者が出る前に早めにキリをつけよう。そろそろ試験だ。これ以上放課後の時間削られるのは辛いな。できれば今日中に試験を解決よ。タイムリミットだよ。一旦もう街に出よう。学校中の方は一応行けてるのかな。こんにちは。あの、すいません、コックリさんってご存知ですか？コックリさん知ってる。てかその制服うちの弟と同じだ。へえ、今でも流行ってんだね、その噂。今でも？私が在校中の時も流行ってたんだ。でもうちの学校のコックリさんでちょい変わってて、始める前に本名、出席番号、住所とか名乗らないといけないんだよ。なるほど。そっから手紙が来たのか。そっちの方がコックリさんで呼びやすいっていうか、噂の信憑性増すみたいな感じなんだろうね。お話ありがとうございました。なるほど。よいしょ。こんにちは。すまないが少し時間いいだろうか。なんすか。コックリさんについて何か知ってるか。ああ、すいません、俺そういうの興味ないから知らないです。学校の女子の方が何かと詳しいと思いますよ。そうか、ありがとう。よいしょ。あ、君もなんか話して。自動販売機はちゃうねんな。自動販売話しかけてないねん。今少しいいか。何のようだ。今コックリさんについて聞いて回っているんだが何か知らないだろうか。そんなオカルト的な噂興味ないな。僕は今駄菓子を買うの忙しいんだ。そんなこと言わずに答えてくれよ。聞いたことぐらいあるだろう。あ、本当知らないんだ。あ、だが四喰鬼については知ってる。四喰鬼、何それ。今一番危ない怪奇のことだな。俺たちはそいつを倒すために発足された委員会なんだ。なんだか怖そうね。僕には関係ないことだ。その四喰鬼が4つの魂を食べようとしているくらいしか知らないね。まだこの町で死人は出ていないから大丈夫だろうけど、もし今後死人が出た四喰鬼はその魂を食べるのかもな。そんなこと俺たちがさせないさ。とにかく四喰鬼については話した。もう解放してくれないか。おう、ああ話してくれてありがとう。引き続き駄菓子を楽しんでくれ。そう言われなくてもそうするさ。この先は特段行ける場所はないから、ここまでの間で人間をさらに探さなきゃいけない。どこにいるのかしら、どこに入れるのかしら。一旦クラスの女子にもう一回聞きに行かなきゃいけないのかな。ことかは多分階段ね。この辺も入れない。外交に帰ってきましたよ。この辺ね、もう話せることがないよね。これが1の1、2ってことはここが3か。あ、話してない子いた。あ、よりしろくん、どうしたの。お、実はコックリさんについて調べているんだ。え、コックリ、あの何でも答えてくれる噂の。意外だな、よりしろくん、そういうの興味あったんだ。でも気をつけてね。コックリさんちゃんと返さないと呪われちゃうから。心配してくれてありがとうな。よりしろくん力になれたらよかった。12人って一体どこにいるんだ。このまま時間が終わっちゃうよ。倉庫だ。2-3に固まってるって情報ぐらいしか分かんないんだが、閉まってるし。
一回人殺してるしな。殺したくないんだけど人間。あ、またいた。まだいたよ。君、すまないが少し話を聞かせてもらえるか。え、やだ、ナンパ？確かに僕って可愛いから話しかけたくなっちゃうのわかるけど、あなたと僕じゃちょっと普通り合いかな。わあ、これは独特な子だね。すまないがナンパではないんだ。聞きたいことがあったな。あ、でもあなた地味だけど顔はいいから3サイズ以外なら教えてあげる。ああ、助かる。だな、コックリさんで知ってるか、それについて聞いて回ってるんだがよ。え、コックリさん？ああ、そうだよ、聞いてよ。僕ね、やったの、コックリさん。でもその日からなんか電話が鳴りやまかなくて。それって呪い？その電話は出たのか。うん、出たよ。ほぼセールスの電話だった。セールス？一緒にやった友達もそういうセールス電話みたいにたくさん来てるみたいで、もうこれがコックリさんの呪い？陰湿すぎなんだけどって話してた。ありがとう、貴重な情報だった。あなた結構渋くてかっこいいね。今度お茶ぐらいなら言ってあげる。あ、うん、考えとく。セールス？どういうことなんだ。で、情報が集まってないよね。閉まってるんだけど。あ、夕方になると閉まっちゃうんだ。閉まってるんだが、情報が集まりきらなかった。また今回もダメか。ダメだったな。結局コックリさんのことはよくわからなかったな。そうだね、さらう機能解けないなんてよほど難しい謎なんだな。とりあえずもう少し探索しよう。そうだな、死人が出ないうちに急いで解決しよう。あ、まだいけるっぽいですね。仕方ないな、もう少しだけ操作しよう。よかった、ゆうゆうは、あ、ダメだったみたい。しかしその日の夜、この学校の女子生徒が死体で発見されたという。後日聞いた話だが、その生徒のは以前コックリさんをやっていたそうだ。また未解決にしちゃったよ。もう一回行きます。駄菓子が置いてある。実はあの飴好きなんだよ。へえ、美味しいの？死ぬほど甘い。死ぬほど甘い。ただ効率よくブドウ糖を摂取できるから勉強中に重宝している。それって好きって言うのかな。今日、おー、いる人が。すいません、少しお話いいですか。あー、すまぬ、拙者今探し物をしてるのでござる。電話番号この辺で見かけなかったかね。電話番号？はい、個人情報置き場につながる電話番号なのだが。個人情報置き場ですか。そこに電話かけて一定のお金を渡すと個人情報がたんまりもらえるんでござる。住所、名前、住所、電話番号、その他もろもろ個人情報はいい。これさえあれば顧客の情報が分かって、どこに何の宣伝用チラシを入れればいいか分かる。他でも女子高生の個人情報でだけで価値は上がりまくりですしね。情報は命でござる。だからその個人情報基盤の電話番号を入手したいんでござる。その個人情報を入手してどうするつもりなんですか。何って決まってるだろう。警察に届けるんでござる。命ある情報がこんな形で漏洩してるんでござるよ。放っておくなんてできないでしょうが。そうですか、あなたがいい人でよかったです。こちらでも電話番号を探してみますね。ほう。ああ、見つける次第警察に行くんだよ。いい人でしたね。帰りましゅう。学校新聞だ。最近はそのオカルト探偵委員会とかって新聞載ってる。すごいな。すごいなじゃないんだよ、やっぱ変わるんかこれ。あ、コックリさんにご注意か。あ、中で3人の女子が教卓の中で何かしている。まさかコックリさんやってるのか。俺の推理が正しければこのままではまずい。おい、どうしたサバッチョ。待ってくれ、そのコックリさんはやっちゃダメだ。え、サバキ君、どうしたの。ああ、喋らないで、そのまま何も言わずこの場から離れてくれるか。なあ、どうしたんだサバッチョ。ずっと教卓の方を見て。なあカンちゃん、ちょっと教卓持ち上げてくれるか。お、わかった、いいぞ。教卓持ったぞサバッチョ。片手で持ち上げるなんてすごい。そのまま少し振ってくれるか。おお。お、なんか音がしたら。なんか落ちてきた。やっぱりそっか。ありがとうカンちゃん、重くなかったか。全然重くなかったし気にしなくていいぞ。どこに隠してあるかわからなくて振り落としてもらおうと思ってな。あ、
そうだ、何が落ちてきたの？うん、多分これは録音機だな。録音機？よかった、通信機じゃないから今の会話誰かが聞いてるってことはないみたいだ。ここで壊せば録音されたデータはちゃんと消えるはずだ。というわけでカンちゃん頼んだ。お、壊していいのか？じゃあ潰しちゃうぞ。え、すご、片手でぐしゃってした。カンちゃんは怪力だけが取り柄だからな。え、録音機が仕掛けられてたの？何それ気持ち悪。なんでそんなものが？要はこの録音機がコックリさんの呪いの手紙の正体だ。どういうこと？俺が潰したのは手紙じゃなくて録音機だったぞ。つまりコックリさんの呪いなんて存在しない、全部嘘だったんだよ。なんだって？このコックリさんは録音されて情報置き場で売られていたんだ。え、情報置き場？うん、情報置き場ってのは人の個人情報、名前や住所、家の電話番号を勝手に教えてる場所だ。そこに電話をかけると高値で個人情報を売ってくれるらしい。それは知ってるけど、それとコックリさんは関係しているの？ああ、それはこの学校のコックリさんの変なルールが関係している。変なルール？この学校のコックリさんは始める前に必ず名乗らないといけないんだ。あ、確かに私名乗った。コックリさんを呼びやすくするために必要だって、そういう噂だったからね。そう、噂に信憑性を持たせたいのかどうなのかわからないんだが、ここでは本名、出席番号、住所なんかを口に出さないといけない。あ、つまりその個人情報を録音して情報置き場で売っていたってことだね。ってなると、その住所や電話番号が外部に漏れまくったってことか。ガンちゃんにしては鋭いな。その通り、コックリさんをした人の個人情報は高く買われ外部に漏洩した。だからコックリさんを呼んだ人の元にはたくさんのセールス電話や広告チラシが来ていたんだ。そっか、企業の人が情報置き場を使って情報を買い利用したってことなら筋が通るね。それに女子高生の個人情報はそれだけ高く売れるらしい。ん？だからなんだって言うんだ？これは正直俺には理解できないんだが、世の中には変なことを考えるやつもいてな。例えば女子高生を殺したいとかな。なんてこった。じゃあこの手紙は？これは呪いの手紙なんかじゃない、れっきとした殺人予告だ。多分この手紙の送り主は情報置き場で女子高生のいる家の住所の情報を買い、この手紙を送りつけたんだろう。なんてこった、まずい、早く助けに行かないと。そうだね。でもまさか会話が録音されていただなんて、なんで気づかなかったんだろう。コックリさんの準備は手間がかかる、周りを気にする余裕なんてなかったんだろう。それにこの一連の事件もコックリさんを返せなかった呪いのせいにできるしね。それにそもそもコックリさんの返し方なんて伝わっていないし。あ、他のクラスにも録音機があるかもしれん。ああ、それは多分大丈夫だ。被害は2の3にしか出ていないから、きっとこの教卓にしか録音機はない。コックリさんは教卓の上でやるって噂も利用していたんだね。今回の怪異の正体は、コックリさんの噂を巧みに利用した劣気とした犯罪だ。そういうことだったんだな。オカルトはありえないとは思っていたが、まさか犯罪だったとは、これはこれで信じられんな。とりあえず事件は解決だね。さすがサバッチョだ。ありがとうね、片桐くんたち。もしかしたら情報が漏れて殺されそうになったのは私たちだったかもしれないもんね。ほんと命の恩人じゃん、ありがとう。いや、俺はただ謎を解いただけで。よーし、サバッチョ、ここで、じゃあここで恒例の決めポーズだ。は？勝利のポーズだよ、忘れたのか？何それ？いや、ここでやるのか？我は正義を貫く者。本当にやりやがった。ほら、サバッチが言う番だぞ。最悪だ。でもこうなったカンちゃんはいつでも動かない。我は真実を求める者。俺たちオカルト探偵委員会。穴があったら入りたい。何それ、面白い。
なんだか気が抜けたわ。ちょっと気が楽になったっていう感じ。よろしろくん面白い。それはよかった。って、あ、手紙の持ち主を助けに行かないと。あ、そうだったな。何組だったか、何組の誰だかわかるか。とりあえず先生に報告を。よし、急ごう。その後、俺たちは事情を先生に話し、少しばかり警察沙汰になった。録音機を仕掛けた 2-3 の生徒は警察沙汰を見て恐れたのかすぐ自首した。小銭稼ぎのつもりで情報置き場に生徒の個人情報を置いていたらしい。自首した生徒から、情報置き場の管理人は特定され、その後しっかりと逮捕された。そして俺たちは誰一人犠牲者を出すことなく事件を終えることができたのだった。まさかオカルト探偵委員会が殺人事件を未然に防ぐことになろうとは。というわけで、事件解決の記念に。待て待て、なんでここに依頼者の刹那がいるんだ。これは委員会員だけの打ち上げだろ。細かいことは気にしないでよ。君たち二人といると楽しいから、これからもついてくって決めたんだ。いいな、それ。委員会に新しい会員が入ったぞ。待て待て、勝手に話を進めるな。男の子二人なんてむさ苦しいし、女の子は一人がいた方がいいって。よくわからんが、仲間が増えるのは嬉しいことだ。いや、でももう委員会は解散する予定だし、俺はもう勉強に勤しみたくてだ。というわけで、これからよろしくね。これからは3人でバンバン会を解決しような。話を聞かないのがまた増えてしまった。というわけで、事件解決の記念と刹那入会の記念に、勝利のラムネ、乾杯。乾杯。乾杯。嘘つきこっくりさんの会員を解決しました。